guys! モンスターション TV! 始めました！モンスターション TV! 元気があれば何でもできる、元気があればルージュになれる、そんなあなたは、イングザラッシュということでやっていきましょう！待ちに待ったジャンプでございますよ。一週間でもあぐとどれだけ辛いのか、それがやっと来ました。925話でございますよ！いやはは！どうなるのかなってめちゃくちゃ考えましたよね。第1幕、ワノ国終わりましたよ。そして、ここからさ、どうなるのか、ワノ国第2幕が来るのか、はたまた、レベリーに戻るのか、あ、はたまた、全く関係ないところへ行くのか、ウィーブル関連が出てくるのかなんて、いろいろ考えておりましたよね。私はそれについて動画で多分でございますけども、レベリーに戻るのではないかという話をしました。レベリーで、ああなって、こうなって、そうなって、いろんな展開になっていくんじゃないかなということをお話ししましたが、さあどうなっているのか、レベリー編に入ったのか、私はもう見たんでね、わかります、もうこれすでにちょっとバーって見たんですけど行きましょうということで925話見ていきましょう。あ、今回も安定のね、ジャンププラスで見ていきますからね、単行本派の人はネタバレご注意でございます。ということで行きましょう。扉絵めちゃくちゃ可愛いね。925話ブランクということで、扉絵はなんとペローナでございますね。いやー可愛いね。そしてこれはあらら、ミホークのワインを使ってこっそりとサングリアを作っているところという、これ素晴らしいよね。ペンネーム野田スカイウォーカーさんの、あーそういうことね。うわセンスあるな。うわこういうのね、俺毎回見ててすげえ面白いなと思うんだよね。前回巻き割りだったかな、巻き割りのやつもすごい良かったなと思ったんだけどね。はい、ということでじゃあちょっと入っていきましょうかね。本編でございますよ。一発目レベリーではなくて、はい、シッケアール王国に来ましたね。ミホークさん出てきましたよ。久々のミホークとゴースト娘ペローナ出てきましたね。なんとここでモリア、はい、生きてました。モリアが見事に生きてる情報がね、出てきましたね。新聞沙汰になっているというね。いいんじゃないの？月光モリアが襲撃事件を起こしてるということで、いいね。これどこで襲撃事件を起こしたんだろうね。てか俺すげえ気になったのが、このシッケアール王国のこう、うねってなっているの、これ何なんだろうね。上にも城みたいについてるんだけど、ちょっとこれ気になりました。そしてね、結構モリアが、まあ生きてたのって僕の中では当たり前だったんですよ。それこそ頂上戦争の後なんか消されそうになったじゃないですか。まあ結果として形上完全に消えたわけなんですけども、それってのはみんな死んだのではないかって考えてたんですけど、あの状況ってのはどう考えても死んでるわけがないと思ったんですよ。やはりアブサロムの能力で消えたっていう風に僕は考えてて、まあそれについても動画出したんですけど、まあ一応当たったということで、なんか考察としてはちょっとね、まあだいぶここはもう当たり前のところをに僕は思ったので、そこまでなんかまあよっしゃっていうあれではないけど、まあまあまあ当たってきましたねっていう、これはそう予想通りっていうところではございますけども、ここからこのモリアがどんな動きをしていくのかというところでございますね。っていうかその後の流れがめちゃくちゃ面白いね。ミホークさんとペローナのやりとりでございます。このモリアの事件についてなんで教えてくれなかったんだみたいな感じですげえペローナ怒ってるんだけど、ミホークに関してはそんなものは知らんみたいな、まあ言い合いになってて、そしていろいろと私飯作ったのにみたいな言ったら、ミホークが俺の方が多く作ったっていう風に言っているんだよね。俺の方が多く作ったってことはミホークがご飯を作ってあげてるんだって考えると、何なの俺たちの思っていたあのさ、一番最初に出てきたミホーク、怖そうなミホークがめちゃくちゃ家庭的じゃんみたいなね、なんかそういったような一面も見れてね、すごいいいなと思います。まあそもそも扉絵とかでも畑仕事をしてたりとかっていうのもあったんで、それは分かってましたけど、飯も作ってるっていうのがまたすごくいいよね。そして最後はもう出てくっていう風にペローナ言ったら、気をつけていけっていう風に言うんだよね。うわー優しさーお前っていう風にペローナ泣くんだけど、このやりとりが本当にねいいなと思いますね。でそこからモリアの話に一気に飛びます。新世界海賊島ハチノスというところに来ましたね。海賊島これめちゃくちゃでかいんじゃない？こうやって見てみると、あー面白いね。スリラーバークも来てるので、スリラーバークのでかさを考えてみると、結構この
の海賊島でかいんじゃないんですかね。はい、来ました。そしてブチギレ、デイチを出せっていう風に思いっきりモリアがブチギレでございますよ。キーシシシシっていう感じではないね、もうブチギレでございます。ブチギレでカラッキョといったところでございますけどももうゾンビを使って大暴れしてるところでございます。そしてそこに久しぶりに出てきた騒がしいニャーっていうことでピサロがここで出てきましたね。王冠かぶってるね、さすが悪星王2番線船長。これ2番線船長って書いてあるけどちょっと待って違うね。これ皆さんゲットしましたか、ビブルカードね。こちらのビブルカードにアバロピサロのこと書いてありますけども、はははは4番線船長って書いてますね。4番線船長と書いてあって、こっちには2番線船長と書いてありますね。どういうこと？どういうこと？これはなんかあんのこれ、ちょっと気になるんじゃないのこれ、ちょっと違うぞで、ここでまあこういった情報が出つつ、そして月光モリアがなぜここに来たのか、なぜ騒いでいるのか、その理由としてはティーチを出せ、そしてアブサロムを出せと言っているんだよねっていうことで、なぜアブサロムがいないのか、そしてなぜティーチを出せと言っているのかというところでございますけども、その後普通に出てきましたね、アブサロム。そしてそれを発見したモリア、めちゃくちゃなんかいい顔してるよね、うわーみたいな感じですげー喜んでんだよね。どんな顔してんだよで、アブサロムは女の子に囲まれて、悪かったよボス、この島は天国だ、連絡を忘れちゃったよっていう、なんかすげーアゲポヨな感じなんだけども、はいズドーンって思いきりモリアぶった切られます。何者かにぶった切られて、はい、シリュウ出てきました。透明能力を使ってますね見事にこれアブサロムの能力が奪われてしまいました。透明能力をゲットした雨のシリュウでございますよ。でシリュウも黒ひげ海賊団2番線船、2番線船長、これミスなのかな、こっちもかー、黒ひげ海賊団2番線船長で、アバロピサロ黒ひげ海賊団2番線船長、どういうことだい、まあ、まあ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 、まあ、とりあえずいいでしょう。スケスケの実の透明人間、はい、シリュウが能力者になってしまいましたね。これ結構みんなね、やっぱその単純に能力者ではなくて、まあ自分の力で強い感じがそれっぽいよねと思っていたけど、まさかのここでね能力者になっていく。そしてこれ強いよ、透明人間で、しかも剣士、うわー恐ろしいな。ただポイントとなるのは彼タバコ吸ってるんで、いやどうなんだろう、さすがに匂いとかでどうちゃらってあんのかな、なんか気になるね。後にはこのタバコがポイントとなってやられてしまうのかね、ちょっと気になるところでございます。そして先ほどのアブサロムはなんとアブサロムではなくて、三日月狩りカタリーナデボンだったというね、黒毛海賊団6番線船長、犬犬の実幻獣種モデルキュービーの狐、ははは、キュービー出てきましたよ、やばくない、まさかのここでキュービーが出てきましたね。どんなチャクラを持っているのか気になるところでございますね。いやーこれ結構広がりよ、キュービーって来たのはちょっとね僕の中でずーっとね考えていた流れがあるんですよ。思いっきり来た、これ最高だね。そしてデボの口から出ました、アブサロム、すでにこれも死んでますね。死体ならあるけど持って帰る、死体が好きよねあんたっていう風に言ってるんだよね。まさかのここで死人出ちゃいましたね、アブサロム、うわーとんでもないね。そしてここでティーチが覚醒器を使ってモリアに話しかけるわけでございますよ。しかも話しかけながら地震を起こしてるっていうね、やってくれてんね、ずやー月光モリアっていう風に言ってるんだけど、もうその地震とかも起こしてるわけだから、モリアがなんかすげー怒ってんだよね。風紀を乱すなよこの海賊島のっていうね、風紀を乱すな、なんなんでしょうね。ここは海賊たちの楽園だ、楽しくなきゃいけねえっていう風に言ってるんだけども、なんなんでしょう、俺結構この島すごい気になるんだよね、何かがある、そんな気がする。そしてバーディーは好きか、だったら俺の船に乗れモリアっていう風に言ってるんだよね黒ひげさん。まさ
さかのここで勧誘をしている。なぜ勧誘をしているのか、やはり能力だよね。モリアを使って何かがしたいっていう話だよね。からのここでレベリーの話が出てきます。もう僕の予想は全くもって違いました。もうごめんなさい、先にお話ししますと、僕はレベリー編に入るのかなと思ったけども、全然違う。なんならレベリーがこんな風になりましたよっていうような事後報告じゃないけど、そんなような流れになってる。すでにレベリーがめちゃくちゃ進んでるってことなんですよ。わかります？まさかのよ、まさかの革命軍の軍隊長たちが熊の奪還のためについに聖地マリージョアで海軍大将緑牛フジトラとぶつかったっていうね、この情報が出てるわけでございますよ。バッハッハッハッ、マジか、どうなったんだ、いつ出てくるんだ。それはそれですげえ気になるよね。そしてワノ国の話も黒ひげにもう入っているというね。うわ、どうなるんだろうね、これマリージョア、ちょっと気になるよね。そしてまさかのここで四校黒ひげ海賊団提督マーシャル D ティーチ懸賞金22億4760万ベリーということで22億でございますよ。すごいよね。四校クラスとなるとこういった桁になってくるんだね。まあ、10億っていうのがね、まあ、カタクリとかそこら辺のレベルだったので、まあさすがにボスとなってくると、まあ何十億、20、30億ぐらいは乗るんじゃねえかと思ったけども、見事に来ましたね。22億でございますよ。そしてここからもうすぐ始まりましたよ、ワノ国第2幕でございますよ。入った瞬間に井の嵐様とアシュラ同士戦っておりますね。まあ主天丸ではね、思いっきり戦っております。そしてその戦い互角でございますからのよ、すぐにお玉が大丈夫だったっていう情報も出てきました。いやー素晴らしいね、お玉しっかりと生きてましたね。ではなぜ犬嵐様とアシュラ同士がこんな感じで戦っているのか。そもそもがそんなに仲よろしくないみたいですね。おでん様がいたからこそ、おでん様についていくっていう意味合いでアシュラ同士は力を貸してくれていたけども、別にそれは光月家のために力を貸していたわけではないっていう風に言ってるんだよね。そしてまさかのよ、ここで出てきました、百獣海賊団大看板火災のキング、そして百獣海賊団大看板エキザイのクイーンということで、キングクイーン来ましたよ。これめちゃくちゃ気になるところいっぱいでございますよ。このキングの見た目、なんと炎を出しておりますね。マジか。しかも火災だよ。火災って言ったら能力なんなの？メラメラとかもうすでに出てるわけだし、マグマグでもないし、少なくともロギアとかではないよね。多分ですけどね、ロギアでもなく、パラミシアでもないだろうしね。やはりゾーンなのかな、気になるところではね。そしてクイーンの見た目が意外すぎてね、びっくりなんだけども、さらに意外なのがジャックに対する扱いでございますね。なんとジャックさんもボロカスに言われてて、分かったか、ずっこけジャックっていう風にずっこけジャックとかって言われてんだよね。もうすげえ対応だよ、ジャックに対するこの対応ってことは、ジャックが、まあ、あれだけ強かった、あれだけの懸賞金があったとなれば、キングやクイーンっていうのはその倍ぐらいは全然あるのかもしれないよね。結構な差があるかもしれない。まあでも15億とかそんな感じなのかな。クイーンで15億なイメージあるな。で20億でキングとかさ、まあそうなるとさっきの黒ひげと同じぐらいかってなるんだけど、言うてね、まあ4個になりたてっちゃなりたてなんでね、どうなのかなって感じはするけども、まあまあまあそんなような予想はするところではございますね。ということで激アツのこの925話でございますよ。とにかくこれはやばい。この後いろいろとそれについて動画出していきたいなと思いますけども、キングの能力何なんでしょうね。そして来月12月4日発売でございますけども、ビブルカード新しいのが2つきますね。白ひげ海賊団と、そして砂の王国アラバスタでございますよ。これまた気になる情報がいっぱいあるんだよね。アマゾンリリーの秘密も続々公開っていう風に書いてあったりとか、ビビの新たな好物とはっていう風に書いてあるんだよね。新たな好物とはこれ何なんでしょうね。この新たな好物が何かによってちょっと面白い展開になってくる。ロブスターなのかな。
今の情報はどうなってんのかな。少なくともこれロブスターだったらちょっとヤバい展開になるかもしれないよね。ロブスター前にそのような動画出したけど、もしかしたらこれはヤバい展開になるかもしれない。そして同時発売でオリジナルバインダーが新しいの出るみたいですね。要するにこれのまた違うタイプってことだよね。絶対買うよね。ということで今日はこの925話について思いっきりお話ししていきたいなと思いますんで、皆さん楽しみにしててください。それでは最後になりますが、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。この動画も目指せ2000いいねでいきましょう。そしてぜひとも私のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましたよって一言言ってくれたら僕もフォロー返しますからね。そして現在私のツイッターではプレゼント企画をやっております。新しいプレゼント企画が始まりましたんで、これぜひとも皆さん参加してくれたら嬉しいです。僕のアカウントをフォローして、そして固定ツイートリツイートするだけ、これだけで Amazon ギフトカードが20名様に当たりますからね。ぜひとも皆さん参加してくれたら嬉しいです。ということで最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザラシということでグーでした。また後ほどお会いしましょう。 See you next time!